リュウジのバズレシピ。さあ、セッションユーザー。今回はですね、私が開発させていただいた商品がなんと全国のローソンさんで発売されることが決定しました。ありがとうございます。ドリンクがね、ローソンさん共同開発ですね。まあね、これとんでもないことですよ。禁断の飲むレアチーズ。禁断のドリンクだって言ったからお酒かと思ったでしょ。違うんですね。僕甘いものも大好きなんです。甘いの大好きだし、その中でもチーズケーキが一番好き。ちょっとどんだけうまいか、ちょっと飲んでいい？いただきます。これなんすよ。僕はね、レアチーズケーキが好きなんですよ。すっごく濃厚なレアチーズケーキを少量のミルクでこうガーッとシェイクしたような、そんなドリンクになってるんですね。いろいろあると思います。飲む何々みたいなのあると思うんですけども、本当にこれレアチーズケーキの味を元にして飲むように改良したなっていう味がすると思うんですよ。これ気をつけないと、すぐこの1本ね、180ml 入ってるんです。全部吸い上げてしまうぐらいマジで禁断の味がするんですよ。うますぎるんですよ。でもこれだけ僕が飲んでも全然面白くないんで、これからアレンジをしていきたい。これを買っていただいて、皆様が禁断の飲むレアチーズを 120% 楽しめるように私はプレゼンしていきたい。これ開けてください。さあ、ついてるけどさ、ストロー完全無視。これはね、ナツメグね。ナツメグちょっとね、数振りするんです。ナツメグって皆さん、ハンバーグにしか使えないでしょ。実はね、甘いのにも合うんです。これうまいよ、やっぱり。海辺にあるカフェ、そんな感じです。足して飲んでいただく、すごい美味しいと思います。そしてここでさらに、これ禁断の飲むレアチーズじゃないですか。ほんとすいません、ローソンさん、禁断の飲むレアチーズなんですけども、まだちょっと禁断が足りない。禁断っていうのはこういうことなんですね。これラム酒です。はい、これ入れます。はい、これが禁断ですね。禁断を超えた禁断です。これですよ、絶対合うから。ちなみにこれは OK もらってないです。いただきます。マジうまい。ラムはね、ホワイトラムじゃなくてダークラムがいいですね。これほんと美味しい。ラム入れたらね、オーセンティックなバーで出せますね。うまいな、これ絶対飲んだ方がいい。ということで、飲みたい人がいると思うんですけど、禁断飲むレアチーズいただきます。はい、これはすごいね。うまいっしょ。で、これはね、俺の前にやったあのデブミルクっていう、僕がもうデブになってもいいミルクっていう開発したんだけど、あれ俺大好きなんだけど、あれをね再現したものなんですよ。ほぼほぼ変わんないぐらいの味で再現してるんだから、マジで本当ありがとうございます。再現度が半端ないです。全然遜色ない、めちゃくちゃうまい。いや、これうまい。これはナツメグバージョンちょっと飲みたいな。あ、いただきます。あー、香り高くなってうまくなってる。ラムバージョン少ししか言えない。あ、少し。はい、生でいただきます。よし、超うまいしょ。うまい。超うまいんだよ。これはね、この言ったじゃん。言ったでしょ。超うまいって言ったじゃん。これはこの部屋で飲む飲み物じゃないよ。もう禁断のロブレアチーズ自体がうますぎんの、これ。これやばいね、ほんと。俺ほんと自信あるわ、これ。絶対買ってほしいし、なんならもうこれは試してほしい。これがなんと全国のローソンさんで発売されますので、皆さん、禁断のロブレアチーズマジでおすすめなんで、ぜひ買って飲んでください。10月の5日に発売しますんで、じゃあ皆さん、ローソンで会いましょう。